ですね、まあ、なるべくならマスクをしてるとはいえですね、うん、大きな声でいやーコロくんとかいやー菊池くんっていうのはちょっとお控えいただければと思います。いいですか。ね、お前すげえね、今のただのコメントで滑るって、ね、ちょっと悲しい、傷ついた。はい、そうですね、最後はですね、あの、普段はですねツーショットの写真撮影もやってましたが、警戒レベルが5に上がりましたので、あのツーショットのお写真撮影はあのお控えさせていただいておりますので、そちらお控えくださいそうです、すいません、なんでお前がお控えくださいってちょっとごっちゃなっとっとた。さすが。あなたが来たけど。さすが。さっきね、バーって俺んとこ来てね、今日の流れば説明させちゃったよ。だいたい俺に言わんちゃうことばなんか言うてかったよ。ね、なんか分かったって。なんで俺がそういうことば言うとやって、俺が横でガナってやっけ、よかぞって言ったら、もうガチャ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 言われると先に進まんけん、もう黙っとってって言うけ。なんか分かった、俺が喋らんけんねって言ったら、あんたこんなこと一回帰らん、あの喋らんで帰ったでしょうが、あの時は最低だったって言って、文句言ってたよ。どっちやって。適度に喋っていただければと思います。あの時に覚えと。はっ、違う人だろ。言われました。いつだっけ、だいぶ前だね。もうだいぶ前よ。2年ぐらい前。懐かしいね。時が経つのは早い。で、あの、ツーショットの写真撮影は、あの、控えていただければと思います。で、大丈夫ですか？はい。で、最後はですね、菊池くんとコロくんの、あの、お写真タイムを設けますので、その時にたくさん撮っていただければと思います。俺とコロの写真？はい。もういっぱい持ってますよ。そう？もういっぱい持って。いいかな？俺たち表情変わらんとだっけ、何年前だっけ？ちょっと時間も見ながらですね、しましょうかね。どん点か点かぐらいのもんだもん。はい。さて。